上田美行死刑囚は、鳥取県で2009年に知人男性2人を借金の返済から逃れるため、睡眠薬を飲ませた上、海や川で溺死させたなどとして、強盗殺人の罪などに問われ、2017年に死刑が確定していました。法務省によりますと、上田死刑囚は、昨日午後4時過ぎ、収容先の広島公地署の居室で、 食べ物を口に詰まらせむせた後倒れたということです職員が口から食べ物を取り除くなどしたものの意識がなく救急車で外部の病院に搬送されましたがおよそ2時間後死亡が確認されました死因は窒息でした遺書などは見つかっていないということで法務省は自殺ではなく口に食べ物を詰まらせたことが原因と見ています